の。こんにちは。こんにちは。こんにちは。田祭りです。田祭りです。突然ですが。田祭りのご紹介です。強いね。トメチームのリーダーになりました。さくらでーす。はい。トメチームのリーダーになってしまいました。井上です。井上です。はい。はい。田祭り。田祭り。2023年も開催します。開催します。やりますよ。やりますよ。2年目ですね。はい。はい。はい。今年のテーマは、新芽村の夏休み。夏休み。夏休み。何あるんですか、夏休み。夏休みといえば、笑って、食べて、学ぶ。学ぶ。はい、はい、そういうことです。そういうことです。詳しく。この3つがキーワードになっております。はい。ここでしか味わえない。新芽村の。カンペ読んでるな。夏休みを。裏見して見して。はい。楽しんでほしいなということで。そうですね。笑う。エンジョイ笑うチーム。何するかと言いますと。はい。はい、こちら。これ何やってるんですか。これは、うん、福笑いですね。福笑い。なぜ夏に福笑い、うん、って思ったあそこのあなた、はい、当たり前よ疑え玉木にいめ哲学、はい、これ、はい、何ですか。目かな。こんな大きい目をはいってやってやるんです。福笑いですね。めっちゃ楽しそう。その赤いの何ですか。何だと思いますか。これはね、うん、私の一押し。私が作りました。はい。下唇。下唇。パーツが細かい。私は上唇の方が好き。あ、上唇もあるんですね。かわいいでしょ。聞いてね。聞いてね。そして、はい、もう一つ、まあ、いっぱいあるんですけど、はい、私が好きなの言ってもいいですか。一押し。うん、いいよ。朝どれ爆裂スイカ割り。爆裂。朝どれの。スイカ割りはね、去年もありましたけど、はい、今年は、新芽畑で取れる。新芽畑で育ててます、今。大事に大事に。大事に。朝どれを、朝どれのスイカを持ってきますので、爆裂スイカ割りしましょう。3回もあるんでね、うん、楽しいですよ。めっちゃ楽しいと思います。ビンゴ大会。ビンゴ大会。これ去年来ていただいた方分かると思うんですけど、うん、超豪華。ね。絶対喜んでもらえるでしょう。なんか経緯を。噂ではレッドカーペットを歩くシーンがあるらしい、はい、レッドカーペット私たちがね、そう、去年より豪華になってるんですね。そう、あ、めっちゃ楽しい。そう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 、何が超豪華ですので、はい、絶対やってください。そしてね、最後盆踊り。盆踊り、あのダンスタイムが待ってますので、お祭りといえばね、ダンスタイム思いっきりこうフューチャリングなんだっけ。フューチャリング、食器の音、うん、どんなよ。どんなって感じだったんですけど。ここならではですね。そう。めっちゃ楽しいダンスパーティーがあります。ダンスパーティー。そうそう、ね、裏にあるフロア、ダンスフロア。そう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 。DJ がいるね。はい、そう。でそれを踊ってみんなで花火大会に行くと。はい。花火大会。待って。笑いしか言ってないよ。はい。はい。はい。そしてね。食です。食。食べて。いやー、はい、もう夏はさ食べないとね。うん、そう、元気出へんから。食が大事です。はい、うん。そこは何がありますか。まずは、はい、あ、いつも来ていただいているカモメ食堂さんの花ごしらえ会があります。うん、イエーイ。最高。最高。超美味しい。選べるお惣菜のね、定食の。ちょっと多めに持ってきてくれるかな。はい。楽しみです。楽しみですね。楽しみましょう。あとはキッチンカー、今決まってるところが、狛、うん、犬さん、ジェラートが来ます。おー。最高ですね。夏にぴったり。絶対家にいる。絶対に全員食べてください、はい、もう美味しい、ね、食べたいね、はい、食べルームの食卓にいつも私たちのご飯を作ってくれてる美咲さんが作ってくれる冷やしおでんが、うん、冷やしおでん出ます。おお、名前だけで最高ですよね。めちゃうまです。めっちゃ楽しみ。そしてそう、はい、島のめっちゃひんやりドリンクたちもいます。ひんやりドリンク笹山サイダー、はい、そして、はい、そして学ぶ学ぶ。あ、これが言うんだ。はい。学ぶは、まあ、新芽博とか、去年の田祭りでも、うん、もちろんやったんですけど、うん、循環クリエーション体験
コットンの種取り と、うん、歯切れの色分けをして2目玉をもらおう、うん、2目玉がもらえます。そこでもらった2目玉は、うん、食の食で食べガーデンの方で食べガーデンで使います。使っていただけます。で今年はそれだけじゃなくてものづくり体験もできます。そう、うんうん、で、その糸紡ぎ、ね、こういうやつ、うん、そう、そういう動きで、あのコットン育ててるんですけど、コットンからそう糸を作ります。でその作った糸でミサンガを折れちゃいます。はい、はい、めっちゃ楽しい、ね、めっちゃ楽しい。折りの仕組みが学べるって、そう、うんうん、めっちゃいい。循環してるなってめっちゃ分かるので絶対やってほしい。体験しに来てほしい、ね、こんなんできる機会ないですよね、あんま。あの涼しい部屋でご用意してるので、うん、そう大事。そうなんです、クリエーションルームでね。そしてこの日8月26日は、うん、なんといっても西脇市で大花火大会があるんです。そんな名前だっけ日本のへそ西脇夏祭り、はい、はい、なのでこれで、まあ、1日楽しんでもらって、うん、その後はみんなで歩いて花火見に行きましょう、ね、はい、はい、すぐそこだもんね、うん、歩いて行ける。で日程が8月26日、土曜日、11時から18時まで、はい、やってます。やってます。ちょっと2人を筆頭にね、はい、今みんなで鋭意制作中です。はい、はい、いいですか？弱くなりそうだね。はい。二目村の夏休みを二目村で、二目村で過ごしましょう。お待ちしてます。はい。バイバーイ。じゃあねー。